Hey guys, my name is Wasom. Nice to meet you. 改めまして、おちがすぐ死ぬ日本人アニメリアクター Wasom です。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。で、今回はアニメリアクションの動画ではなく、映画ゆるキャンを見てきたので、その感想でも喋ろうかなと思っております。まあ、あのね、今がね、7月25日、14時39分なんだけど、7月のね、15日に夜勤明けで、そこから16日からかな、16日から21日まで、1、2、3、4、5、6、6連休取って夏休みをもらって熊本に帰っておりました。で、まあ、このね、くまモンの T シャツも買ったし、まあ、これからちょっと今まではね、睡眠の重要性っていうあのグリザイアの分かる人は分かる T シャツを着てたんだけど、まあ熊本でねずっと言ってるから、まあくまモン使った方がいいかなと思って、いろんな動画見てる時にさ、まあ、グリザイアちらつくのもなって思って、まあ、熊本出身っていうことをねずっと言ってきてるから、まあ、これ使おうと思って言うのと、あとその時に映画のゆるキャンをずっと見ようと思ってて、なかなかね行けてなかったから、まあ、せっかくだし行くかっつって、熊本県の新しいところができたんだよ。熊本駅の目の前にさアミュプラザっていうのができたから、まあ、そこ行ったらピカデリー入ってたから、そこで見れるかなと思ったらゆるキャン合ってたんで、そこで見てきました。面白かったね。まあ多分ほとんどの人が見たと思う、この動画を開いてるっていうこと。まあ一応その見てない人のために最初ネタバレなしで言うんだったら、アニメ版鉄腕ダッシュだった。いや。面白いよ。あんまりね、まあこう中身に触れずに言うとしたら、まあ高校で卒業してみんなそれぞれのね進路とかがあって、それから社会人になって、で社会人になったみんなでまたキャンプをするっていうお話だったんだけど、まあそこでいろいろあったわけよ。これマジでテレビシリーズをね見てた人たちはね見てほしいね。一番最初の始まり方がね、ほんとあゆるキャンだなと思ってさ、ゆるキャンの始まり方こういう感じだよと思って、で松竹だから富士山のこう何全体のあれがあるじゃん、松竹って最初出るじゃん、で、そこから絵に切り替わんの。で、こう、なんだっけ、ちょっと引くんかな、引いたか下の方に寄ったかで、なでしこたちが今、キャンプをしてるっていうのが映って、で、そこから、こうね、いろいろそれぞれの職場に散っていってみたいなのがあって、その後にまたみんなでじゃあキャンプをしようっていう流れにはなってたね。まあでもね、ほんと一番最初に言ったんだけど、本当にその鉄腕ダッシュだったんだよ。いや見たらね、あここのことかってなると思うよ。マジで鉄腕ダッシュだったあれ好きだったわ。いやほんとマジでテレビアニメに出たキャラはほとんど出たんじゃないかな。いつものナレーションもあったし、こんにちはもあったよ、熱いもあったね。よかった、そんな感じだった。まあでも劇場版だからっていうことでさ、まあその劇場版のみにねこう新しく出てきたキャラクターもいたし、まあでもねそこもいいんだよ、あんまり言うとネタバレになっちゃうけど、まあほぼネタバレしたようなもんか。まあネタバレなしはとりあえずここぐらいまでの感じかな。でじゃあもう今からネタバレありで喋るんだけど、あれ
すごない？話の流れがさ、めっちゃ好きだったんだよな。あのキャンプ場をさ作る流れに持っていくの綺麗すぎん。作ってここでやっていこうってなった時にさ、なんつうかな、こうまず最初何その観光推進機構っていうことでさ、千秋がキャンプ場を作りたいっつって、でそこでまあシマリンがさ編集者として働いてるからっていうのもあるけど、でそこでさこうじゃあ仕事っていうことだけどまた関わりながらっていうのもできるし、でなでしこがさ東京のアウトドア用品店っつって、いやいいとこ就職したねって思ったから、あれはすげえよ。でもなんだろうな、こうみんなで一緒にっていう風になった時にさ、こうやっぱこう集まるっていうのがいいよね。でもやっぱシマリンと千秋が一番最初にもう勢いだけで何あそこまで行ってさ、キャンプ場の予定地っていうかあそこまで行って、でその時に酔ってるから覚えてないけど自然とみんなを集めてっていうのが良かったな。あれめっちゃ好きだったわ。でめちゃくちゃ飯がうまそうなんだよ。何個料理出たっていうぐらいにめちゃくちゃ出てきたし、あれよかったな。全部うまそうだったな。居酒屋のシーンとかもさそうだけど、ことごとくだよね。なでしこのお家で食べたカニ鍋しかり、みんなで集まって食べるご飯しかり、あれいいなーって思ってさ。でこうキャンプ場を作る、じゃあそうなった時にどうするかっつって、まず最初にどんどんちゃんと考えてさ企画やって、なんだったっけ、現場のなんちゃらとかやったりとかさ、そこら辺も良かったし、適材適所っていうかね、こうお前はあれをやれこれをやれっつって全部ちゃんとしてた。超良かった。ちくわも出てきたよいやちくわがね出てきたの個人的に嬉しかったね。よかった。そしてちびいの子も出てきたじゃん大きくなってたよ。それは大きくなるね。なんかちゃんとしてたよ。でもお年玉くれっていうのは可愛かったなあそこのさ、だから最初に言ったその鉄腕ダッシュっていうのがさ、 GoPro かなんかをさ木の上に固定してさ草むしりするところがもう完全に、うお鉄腕ダッシュや、あれ超好きだった。でもねやっぱそうなんだよ、なんだっけ、動物の被害とかあったじゃん、タヌキがさ食い荒らすみたいなのもあったりさ、なんかマジでこれゴリゴリの鉄腕ダッシュやんって思って、あそこら辺好きだった。でねそのまんまこうまあキャンプ場のその設営に向けてっていうのでいろいろやってる中で、そのみんなのペットサロンで働いてたりとか小学校の教員をやってたりとかね、こうそれぞれのお仕事のところが入ってきたっていうのもあったんだけど、まさかの土器見つかっちゃってさ、これどうしようかってなった時に、共存だったかな、やっぱ諦めきれないっていうのはあって、でもそこでうまいことねちゃんと考えたなって思って、だってね推進機構だからね、観光推進機構だから、やっぱどうしてもねそういう歴史的価値のあるそのね文化遺産みたいなね、そういうのも大事っていうのは分かるから、そことどううまく折り合いつけていくかってなった時にね、しっかりできたんじゃないかなって思うけどね。あそこの流れやっぱ綺麗だったよ。で最後に
あの何プレオープンっていうかさ、あそこでこうきちんとまた5人で集まってキャンプしてっていう、あれはめっちゃ良かったな。マジで社会人バージョンでもうワンクールぐらいやってくんねえかな。最高なんだよな。マジでよかった。でね、なんだっけこれ、入場者プレゼントって。ちょうど俺行ったタイミングが第2弾だったから。ミニ色紙カード、3種ランダムって。お？あらー。えなと、ちくわ。最高やね。かわいい。これなんか他行った人、なんかどのタイミングで行って何もらったとかあれば教えてほしいですね。かわいい、飾ろう。ちくわもうおじいちゃんになったからね。これちくわだよね。違う、ちくわじゃないか。ちくわ、ん？ピンにちくわがいるな。ここ髪留めのところにちくわおるわ。かわいい。やっぱいいよ、ゆるキャンっていいね、この感じよ。これみんなのんびりできるよ。なんか他何があったんだろう。第4弾？もう第4弾になってんだ。フィルムになってる。第3弾がこれか。3種。シマリンと、あと、ちくわ中心の、なんだこれ、めっちゃいろんな子がいる。いいね。あ、第1弾もあったんだ。あ、そっか。これ第2弾。第1弾が、誰これ、先生？先生じゃないよね。違うよ。千秋よね。え、千秋だ。犬子姉妹だ。で、いっちゃん最初のやつが、凛となでしこの稲垣春キャンプ、24ページ含む全84ページの完全保存版。うわあ、これすげえ。いいなあ。13.5 巻っていうことかな。いや、マジでね、これは、いいぞ。マジでよかったからね。物販もなんかいろいろあったんだね。俺行った時もほとんどなかったんだよな。ステッカー欲しかったな。ステッカーは欲しかったかも。松ぼっくりキャンプ場、秘密結社ブランケット。わあ、いいなあ。これいっぱいあんじゃん。ちくわぬいぐるみってあるんだ、かわよ。いやー、やっぱね、いいよ。マジで、みんな。もしまだ見てない人いたらね、ぜひ見てもらいたい。先に言うとね、ご飯食べてから行った方がいいね。飯テロにも程があるから。でもね、やっぱ、ゆるキャンはいいぞ。本当に、ゆるキャンっていいから。じゃあみんな見てくれよな。これ。なんかどっかに飾るわ。めっちゃ良かった。ありがとう。マジで。もし社会人バージョンのゆるキャンあるんだったら見るわ。劇場版ならではのあの3人の女の子たち、どういう風になるのかな。言ってくれるのかな、なでしこたちみたいに。いいね。やっぱ息抜きって大事だよ。こういう関係性がいいのかもしんねえな。こういう風になりたいって俺は思った。
めちゃくちゃいい作品でした。ありがとうございました。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますのでそちらのチェックもぜひ。ということで映画ゆるキャンを見てきた感想の動画でした。ありがとうございました。ならね。